本日はイカで有名な呼ぶ子のですね、元祖川太郎さんの方に、お伺いいたしました。お店の一階には大きな生けすがありまして、たくさんのイカがですね、新鮮な海水の中で生き生きと泳いでいるのがよく見えますので、お子様連れで行かれるとですね、非常に喜ばれるかと思います。こちらのお店なんですが、お料理もさることながら、景色が非常にいいのが、特徴です。海沿いの一番先端の部分にあってですね、呼子大橋が正面に見えるような、最高の景色が楽しめますので、そちらもぜひポイントとして押さえておいてください。そしてメニューなんですけれども、以前に比べるとこうちょっと洗練されたというか、豊富なメニューが揃っています。まずテーブルに着くと、又一の塩、あの有名な塩がですね、運ばれてきます。イカをつけて食べます。そしてイカシューマイですね、こちらも定番として運ばれてきます。テーブルの上にはですね、食べ方のレクチャーのような用紙が置かれてまして、まず通は塩のみで味わうといったところが書かれています。その後レモンを絞ったりとか、お醤油で食べてください。お料理の提供が早いのもこのお店の特徴で、とにかくですね、素早く5分10分でイカの生き作りが提供されてきます。この呼子のイカはですね、身が透明で透き通ってまして、プリプリとコリコリとしたですね、食感が楽しめます。提供された時はまだお箸をで触るとですね、イカが動いていて、さっきまで生きていたっていうのがよくわかりますし、身が締まってですね、甘み、旨味が凝縮されているのがわかるかと思います。こんな量があってもですね、意外にペロリと、すぐに食べ終わってしまうんですね。10分15分ぐらいですかね。それをですね、最後天ぷらにしてもらいます。残った部分を天ぷらにして運ばれてきたのがこちらです。とにかくですね、サクサクとした衣とですね、ジューシーなイカがですね、非常に美味しいんですけれども、卵を使わない衣なので、アレルギーがある方でも食べれるということでした。大きな部位がですね、プリプリっとしていて非常に美味しい天ぷらでした。これをご飯にのせるとですね、さらに美味しくなりますので、ぜひお塩をつけて、ご飯にのせて食べてください。青さのごま塩がですね、これ特徴的で、非常に旨味が強いお塩ですね。又一の塩、ご堪能ください。デザートがつくんですが、こちらは季節によって異なりますので、その都度、お店に確認するとしてください。でビールもエクストラコールドが完備されるなど、充実しております。でこちらの川太郎なんですけれども、2階に実はお座敷がありまして、宴会ができるほどではないんですけれども、何人かでこう酒盛りをしているような方もたまに見られます。で隣にはですね、漁協組合が経営する、お土産屋さんもありますので、ぜひお立ち寄りください。本日の店舗は、呼子川太郎の方に、お伺いしました。